はい、おはようございます。ってことでね、今日は月曜日なんですね。昨日日曜日だったってことはね。ってことで今日の動画はあれですね、昨日のアクトツールなんじゃこりゃへんってことで、なんじゃこりゃーっつってね、ちょっとやっていこうかなと思います。ってことでね、見ました、昨日の過去動画。過去動画は伸びませんってことでね、そこでね、謎めいたコメントっていうのがありましたね。何なんだ一体、なんだこれコメント、ナイスコメでもないし、なんだこれコメントってことでね、行ってみましょうか。なんだこれコメント、なんじゃこりゃコメント、お満足おじさん来ましたね。生の喜びおじさんみたいな感じだ。お満足おじさんですが、行ってみましょうか。そもそもなんでコンパウンド入ってる、ねえねえなぜってことでね、いい質問来ましたね。これなぜ当たり前のように入ってるかのごとくね、あまり気にしてなかったけど、なんでなんだろうってことでね、調べました。そしたらなんと接触抵抗の減少、亜鉛粉末が酸化皮膜を破り接触抵抗を下げる役目ということでね。なるほどね、だからコンパウンドなんだね。こぞって日本に来る理由が分かりました。それはインバウンドということでね。じゃあ行きますよ、1コメ大賞行きますよ。ってことで1コメ大賞はホエってことでね、 JP クラリスさんおめでとう、おめでとうってことでね。じゃあ行ってみましょうか、アクトツール編。はい、ってことでね、今日はアクトツール川崎店でなんじゃこりゃってやつをね、ちょっと探してみようかな。誰も、電気屋さんなら誰もが知らないような工具をね、ちょっと探してみましょうよ。行ってみよう。いや、早速ありましたよ、なんじゃこりゃ。なんなんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、何かがある。なんなんじゃこりゃ、なんなんだこれ。しかも3,300円、なんじゃこりゃ。次行ってみよう。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。本当は知ってるけど知らない人もいるからね。なんじゃこりゃ、ほら、なんじゃこりゃ。早速来ましたよ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんなんじゃこりゃ。回るとなんなんじゃってこと、回るとなんなんじゃ、なんなんじゃこりゃ。これでこうなる、なんなんじゃこれ。でかいのもあるじゃないか、これ。なんなんじゃ。なんじゃこりゃ。5,000円。2,200円。次行ってみましょう。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。なんだろう。なんじゃこりゃ。回る。なんだろうね。納豆回すのかな。次行ってみましょう。なんじゃこりゃ。ソマックスナンバー250。なんじゃこりゃ。何をするんじゃいこれ。ちょっと出る、なんか出る、なんか何かが出る、何かが出る。こういくのかな。はい、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんなんじゃこりゃ。迷路だ、数字が書いてある。13、10、16、なんじゃこりゃ。2,200円するのか。なんじゃこりゃ。はい、出た、なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。3,300円。歯がある、なんじゃこりゃ。はい、なんじゃこりゃ。なんなんじゃこの工具。出る。
そう、なんなのこりゃ、なんじゃこりゃ、なんなんじゃこりゃ、550、テスターじゃないか、これ。レベル4102。何に使うんだろう、これ。値段がね、まだ決まってないんだよね、これ。まあ、1万5000円ぐらいなんじゃないかなっていう情報が。電池付きじゃないか。ってことで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ここにね、また貼っとくんだよね、うん、お願いします。高評価ボタンとあのチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。